令和4年周期俳句講座第3回を開催いたします司会を務めさせていただきます安田青葉でございますよろしくお願いいたします周期俳句講座は私と季語というテーマでお送りしています毎回さまざまに季語についてのお話を伺うと日本に生まれてよかったなといつも思います本日は太田土代先生にお越しいただき 記号を深く耕すというお話をしていただきます最後までご視聴よろしくお願いいたしますまずはじめに灰人協会野村健三理事長よりご挨拶をさせていただきますえ皆さんこんにちは灰人協会の理事長の野村健三です今日は令和四年周期講座 私と季語というテーマでお話を頂い,いております。今日は第3回目でございまして太田土代先生をお招きして田んぼでで読むといいうテーマでお話をいただきますこの太田先生は長年婦人協会のお仕事に携わっておられまして特に環境委員会のお仕事を担当されておりました。 今日は、えー、田んぼで読むということで、まあこの縄文時代からの稲作文化というのも、まあ現代になって非常に大きく変わりつつあります。まあそういった中でこの、まあ、俳句との関わりというのも大きく変化していると思います。まあそこら辺のお話をいただけるのではないかと思います。それでは太田先生よろしくお願いしたいと思います。続きまして。 俳句講座担当今井誠理事よりご挨拶と本日の講師太田土代先生のご紹介をさせていただきます今井誠でございます周期俳句講座三回目でございます今日は太田土代先生をご紹介をしたいと思います先生は1960年に職を得られましたけどその時からずっと 理科系農水省畑で勤務のをやっていらっしゃいまして理系一筋農業一筋のご職業を担当していらっしゃいました俳句の方では先生の多々あるご自章の歴史からいきますと非常に得意なタイプといいますか受賞歴をお持ちでいらっしゃいまして。 第10回廃談賞と第12回廃博研究賞という総合紙の賞を2つ受賞なさっていると非常にあの実力のある異色な経歴の持ち主と言ってもいいと思います今日は先生にご自身の経歴から来るご体験を元にいたしまして田んぼで読むという 論題でお話をいただきます先生どうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは太田土雄先生によります田んぼで読むと題しましてのご講演です先生よろしくお願いいたします、えー、田んぼで読むということで 話を進めさせていただきます銀行といいますと田んぼあるいはもう少し、えー、広く里山、まあ、そういうところで、えー、銀行されることが多いんではないかと思います。田んぼつまり、えー、稲作は俳句歳時期の中でも大きな部分を占めています。稲作文化と言われますように 稲は食文化、農耕儀礼、祭り、あるいは日本人の自然観に大きく関わっていますそしてそれがまた歳時期にも反映されていますしかしながらここ数十年の間に稲作を巡る状況は大きく変わりました田んぼを作る人も少なくなり田んぼも減りました 要するに米離れが進んでいるのです。何よりも大きな変化は稲作をめぐる農法の変化です。革命的とも言える変化がありました。田植えも稲刈りも昔とは様変わりしました。このような状況の中で私たち俳句を作る者は戸惑っていると思います。 しかしもっと戸惑っているのはあそこで伝統的な農法の中で生きてきた植物や動物たちだというように思いますもちろん変わらないこともたくさんあります動植物も懸命に生きています時に悲鳴が聞こえるかもしれませんけれども田んぼに立ってその実態を見たり聞いたりしながら 俳句を読んでほしいいとそうううように思っております稲坂に関わる季語これを手がかりにして話を進めていきますがその一つ一つがいつごろどう変わったのかを点検しながら季語の意味を少し深く耕してみたいと思います。どういう形で話を進めるかと言いますとまずは里山のことそして 日本人が稲を選んだその凄さそして稲の生育を追っての田んぼの四季まあそういうことを時間の範囲でお話をしてみたいと思います里山のことから話を始めます、えー、そこにうさぎおいしいの山小舟つるしかの川っていうふるさとという歌ですけれどもこのイメージを 浮かべていただけばいいかなと、そういうように思います。里山というのは、山だけではなくて、集落、村ですね。それから、野良、田んぼや畑。この山、村、野良、さらに言えば、小川、そしてため池、そういうものが関わり合って、一つの生態系を作っている。そういうように理解していただければいいかなと。 そしてさらに言えば茅場がその奥にあってさらに放牧地があるこんなイメージだと思います。今あのその3つのものが関わり合っていると言いましたけれども例えば昔話桃太郎さんの話ですけれどもおじいさんは山へしばかりにおばあさんは川に洗濯にというところから話が始まります。 ここで言う芝ですが、芝というのは山に生えている草丈の長い草、あるいは若枝、そういうものを買ってきて、田んぼに散らして踏み込むわけですね。買ってきて敷くということで、仮敷という言葉があります。そこに落ち葉加護、百年そこにあるごとくという、 句を掲げておきました大岸さんの俳句ですけれども山は落ち葉かきをします。これを大肥にしてあるいは牛馬に踏ませて九肥にしてやはり田んぼに散らします。いわば山は田んぼの生産力の維持機構になっているわけです。落ち葉かきをするためには山は 下草を買っていつもきれいにしておく必要があります要するに明るい山ができるわけそうするとそういうところに適合した植物が育つということになりますフクロウの目玉見に行く星の中という句が矢島渚さんの句ですけれども例えば里山のには珍珠の森があって そこには大きな木が生えています。そこをねぐらとして山に行ってフクロウは狩りをするわけですね。明るい森林ですと自由に飛ぶことができるんで、えー、ネズミやモグラあるいは小鳥を狩りをすることができる。しかし最近のように落ち葉かけをしなくなって山がやぶになってしまうと。 狩りをすすることがでできないんね飛べませんからそうすると昆虫食あたりでしのぐさらに環境が悪ければ撤退をするよりは来ない、まあ、そういう意味で里山というのはそれぞれの要素が関わり合って一つできている生態系だとそういうように言えるかと思います。私たちの祖先は主な食料として稲米を選択したわけです。 そこに島崎藤村の「ヤシの実」という歌を挙げておきましたけれども名も知らぬ「遠き島より流れ岸ヤシの実一つ」というこのフレーズですね。柳田国に海上の道という稲が日本に生えてきたのは大陸から島々西南諸島の島々を経て生えてきたという説なんですけれどもこの説の「 一つのののヒントがこの島崎島村の歌だといいううように言われていますしかしながらこの島に水田の遺構が見つかっていないということで現在ではちょっと疑問視をされています。しかしこういう発想というのはねなかなかいいなと、まあ、詩人として俳人として見習わなければならないとこかなと。 そういうようういよにも思うわけです実際には中国・楊輔港の中華流域から九州の北の方ですね福岡あるいは佐賀辺りに朝鮮半島あるいは三島半島辺りを経由して3,000年前縄文後期になりますけれどもその頃日本から渡ってきたとそういうように考えられています。 日本はあの雨が多いそして暖かいということで夏になると雑草が急激に繁茂します。これが特徴なんですね。だからものを作るということは雑草との競争になるわけです。植物を光合成の仕方で2つの方法に分けることができます。C3 植物というのとそれから C4 植物というのがあります。 水産植物というのは光合成が光のまだ弱い段階で飽和するわけです。ところが光の、水ン植物というのは光が強くなればなるほど旺盛な生育をすると。そういう性質を持っている植物なんですね。稲はその弱い方の水産植物。から夏雑草の多くは水ン植物。つまり ひで、えー、がどんどん日照が強くなるとお旺盛な生育をするとそういう植物なんですねしたがって通常の状態では稲は負けてしまうはずなんだしかし稲の違うところは水を買って栽培するということ水を買って栽培しますとこの夏雑草もさすがに、えー、水の中では生きていけないところが稲の方は 気候という葉っぱの裏にある組織から根に空気を送る、そういう組織を持っているんですね。したがって水の中でも生きていけるんです。この他にも水を張るということでいいことがいくつかあります。例えばあの畑の作物というのは毎年同じところに作ることができないんですね。どうしても植物が出す有害物質で自家中毒を起こしてしまう。 そういうことで癒やちと言いますけれども連作できないところが稲の場合は水を張ってそれで洗い流すという効果がありますのでもう何年でもつけな何十年何百年も続いて作ることができるとそういうメリットがあるわけです他にも水を通して養分が供給されるあるいは 水の保温効果を巧みに利用することで寒さをしのぐと。そういう良さもあるわけで。まさに稲というのは日本の風土に適した素晴らしい選択だったなと。そういうように思うわけであります。田んぼの春に入ります。そこに3つの俳句を載せております。三輪山を角層べしやあぜを焼く。 大麻の天日暗め山を焼く国原や野火の走り火をもすがらと三、えー、つの句を挙げております田んぼではまず春先の行事としてあぜ焼きがありますあぜ焼きは西時期の中では旗焼くという記号の棒材として出ているす、えー、あぜの枯れ草あるいは田んぼから出た枯れ草なども積んであるかもしれません え、それを焼いて、あぜを整えるわけですね。その際、病気や害虫も駆除する。まあそういう効果が。最近では蒸らすおでで、防火の対応もしてやりますよね。なんか火を持つと、現象に帰ったような気持ちになって、なかなか興奮をする。そういう、まあ見ていても興奮しますよね。そういうところがあるわけです。それから、 最時期に並んであるのは山焼の焼っていうのが並んでいます。これを両方が必ずしもはっきり読み取れないように私は思うんですけれどもこの中身として2つのものが入っているように思うんです。一つは草原の山焼きですね。草原の山焼き。もう一つは焼畑の山焼き。この2つが入っているように思います。こののつは性格が違うので そのことをちょっと話しておきたいなと思います。阿蘇や秋吉台あるいは九十ですね、阿蘇九十秋吉台そういうところで春の風物詩として山焼きを、まあ、テレビなんかでも映し出しますけれどもこの山焼きの目的はただ一つ草原に樹木を入れないために焼くんですね。あとは野となれ、山となれという。 震源がありますけれどもまああらゆる自然というのは山に帰りたがるんですね。都会だってかつては山だったそれを開いて都市にしたわけですけれども放っておけばだんだん木が生えてきて山に帰りたがるんです。それと同じように草原も山に帰りたがる。そういうことで、えー、どうしても木が生える。それを駆除するために 草原の山焼けをするんですその頃草原では例えばススキやシバ、まあ、その他の草本の植物は芽は地面地表または地下にあるんですねところが侵入してきた木というのは地上よりも高いところにありますしたがってそこで終了することで選択的に樹木を退治することができるんですね これから、肥料をしますと、肥料になるというように最適には書いてあるかと思いますけれども、ちょっとここも疑問があるんですね。灰は残ります。したがって、狩りや輪は残るでしょうけれども、肥沃にするという意味で言えば、窒素はみんな空中に飛んで逃げてしまうんですね。だから草原の山焼きというのは、肥沃にすることをある程度抑えることで、 草原として維持しているそういう営みというように言えるわけです。それからもう一つの焼き畑の山焼きですけれどもこれはあの長年かけて樹木が落ち葉を落としてですねそして肥沃にしたその肥沃さを利用する方法なんですね。したがって樹木は邪魔になりますからあらかじめ切って積んでおいて枯れたところで焼くんです。 で焼く場合に火の管理がしやすいというんでいうことで、まあ、最近あの焼き肌っていうのはほとんどなくなってしまいましたけど昔はそういう形で夕方かから夜にかけて焼いただ,だからここにある「えー、国原屋のびの走り火をもすがら」水原周合氏の俳句はですねこれはおそらく間違いなく「う 焼き畑の山焼き。そういうように言えるのではないかなと思います。さて、春の初めの一つの楽しみというのは若夏日という七草ですよね。七草が岩田区。チャリナズナ五行を運べら仏の座、鈴な鈴城と言います。もう鈴な鈴城は野菜ですから、上の五つを 積むわけでですすね田んぼとその周辺です宇田清子さんは私の「採事ノート」という中でこれも薬食いというのは本来はイノシシなんかを食べることだと思うんですけれども、まあ、昔は冬に青物がなくしかもこ、ま、も、あ、りがちだったと。春になって青,青,青さが見えてくるみんなで外に出て若菜を摘んでそれを食べる。 まあそういう意味ではまさに薬食いと言えるのかなとそういうように思います道の句の伊達の氷の春田かなという句があります富安風生さんの句ですけれどもまあ春って言いますといろんな草が生えていると思いますけれども例えば蓮ンゲをあげてみたいと思います蓮ンゲというのはかつては25万ヘクタールぐらい作ってたんですね でこれを花が咲いて咲き終わったところで起こしてすき込むこれを緑肥というように言いました緑肥と言います肥料にするわけですねそしてレンゲは豆花ですから根粒菌があります窒素を固定するそういうメリットもあったわけですねここでちょっとお面白い話をしておきますとレンゲというのは巻けますと全部発芽しないんですね 1>, 1割か2割ぐらいは発芽しない種子がある。口実といいます硬い実と書きますけれども口実といいますがこれはあのもしも全部発芽してその時に天気が悪くなってしまったらぜ全部絶滅してしまいますよね。自然ではそういうことがあるわけでその安全弁として発芽をしない種子というものを残しておくわけですね。 自然のものというのはだいたいそういう性格を持っているのが大変多いようです。これがまあ野生のもののしたたかさの一つではないかというように思います。ハルタの雑草に種付け花というのがあります。この種付け花というのはこの花が咲いたらそろそろ種をつけて、もみの種をつけてです水につけてダマシ種まきの準備をしましょうと。 そういう意味で種付け花なんですね。田内桜っていう言葉もあります。拳のことを田内桜。そういう地方があります。拳が咲いたら田内を始めましょうと。つまりこういう言い方を生物季節というんですね。生物季節と言います。この方が、自然というのはその年々で変動がありますから、こういうものを主張にした方がある意味では合理性があるし、 しかも昔はあの退院歴ですと同じ月でも全然違うということもあり得るわけでそういうことを植物を非表にするというのはある意味で合理性があったわけですねもちろん植物だけじゃなくて例えばウグイスの初鳴きなんていうそういうものも観測をされています今までのお話は田んぼの中の話ですけれども あぜに目を移してみますと、そこにはあのたくさんの植物があります。まあ、それを一つずつお話ししてると長くなりますので、え白クローバーの話だけ、えー、させていただきます。最適によりますと、馬小屋っていうのを主記号にして、同じ字を書いて、木、え、竹、ー、あるいはクローバー、白爪草というように、えー、なっているかと思います。 あのそこに絵を準備いたしましたけれどもクローバーというのは皆さんよくご承知のように四つ葉のクローバーを探したりあるいは花冠を編んだりするそれがあクローバーですところが馬小屋子ですね馬小屋子はそこに写真が出てますように豆花科ですから同じように葉っぱが3枚ありますけれどもご覧のようにこの花は非常に小さく黄色なんですね。これはあの 白くク草と馬もやしは種の違いじゃなくてその上のレベルが違うんですねそういう意味であ、まあ、全然違うっていえば全然違うんでそこはあの、まあ、これまでの話は別にしてこれからは白くク草あるいは白黒ーバーそういう形で読んでいただければいいなと、まあ、馬もやしっていうのは五文字で使い勝手がいいんだろうと思うんですが今でもよく出てきます。 実は私あの最初にね白黒ーブの品種改良をやりましたのでね思い入れがありましてあえて言わせていただくわけでそのことも頭に入れておいていただければというように思います。えー、農法が大きく変わったというように申し上げましたけれども機械化ですよねこの機械化するためにはあ田んぼは乾電化する、えー、それから大きくする。 水路を巡らせると。その水路はコンクリートと。こういう形で整備がされました。基盤整備というように言っておりますけれども、あの、そのために全然変わってきたわけですね。田植えも、田起こしも、そして収穫も変わってきたわけであります。そういう中でどう読むかということで、そこに俳句を並べてみましたけれども、なかなか機械の俳句というのは、 ほとんど読まれてないな最時期を見てもまだ昔ながらの作品が並んでるもちろんその昔ながらの俳句を保存し読むということは大事なことなんですけれども一面で新しい時代には新しい俳句を読む、うん、そういうことも必要ではないか、まあ、そういう意味では機械化の俳句というのは今は集積の時そのように言えるのかなと思います。 まああの機械化は昭和35年あたりを境に進められてきて後期から始まり収穫に及んでそして一番難しいと思われた田植えが機械化されることで完成をしたわけですねちょっと読みませんけれども「幸運期」そして「白柿」「田植え期」「稲刈り期」もコンバインまであるとそういう作品これはいい 俳句だと思いますので、こういう作品を集積する必要があるのかなと、そういうように思います。さて、田んぼの夏に入りたいと思いますが、えー、太い一枚植えて立ち去る柳かなという場所の俳句があります。えー、奥の細道の余業柳の下りです。黒羽に長投げをした場所は、いよいよ動き出す。うん、そこで足野というところで四六です。これはあの。 空の旅日記がありますからいつっていうのがわかるんですね5月19日旧暦の5月19日で新暦では6月6日ということになっています今この辺りでは5月の連休の辺りが田植えの最盛期ですしたがって1ヶ月田植え早まってんですねこれはあの早めるためには 早めるための技術も必要なんですけれども、そういうこともできて早まっている。で、これはだいたい5月っていうのは今は全国的にも一般的になっているかと思うんですね。そのために麦が入らなくなったとか、あるいは伝統的な格乱が昔は6月だったのに5月になったために動物たちが困っているそういうこともあるんですけれども、まあとにかくたうえは。 1か月早まってあるということを覚えておいていただきたいと思うすこれを植えたと言いますね植えたあの。そして活着をしてだんだん株が大きくなっていく。そうすると植えたばかりの場合には田んぼに水が見えますけれどもだんだん見えなくなるそれがあおったと。 上田と青田の境はざっと見て水面が見えないそういうように定義をすればいいかなとそういうように思います。あの人によっては早苗だっていうことを読む方がいますけれどもちょっと早苗には疑問があります。まああえて言えばおそらく縄代早苗が植わってる縄代を早苗だというのだと思います。 まあ今あの機械化の中でナワシロは作っていませんからまあ見ることはあんまりないのかなとそういうように思いますえ田んぼの動物の話をしたいと思うんですけれども基盤整備をするさっき言いましたようにえ特に問題なのは水路をコンクリートにしたことですよね例えばカエルですよ水が入りますとカエルの合掌が 聞こえます賑やかに鳴くわけですけれども昔はあのカエルの声はトノサマガエルが鳴いてたんですねところが水路を作った、まあ、さっき言った稲が早まったと田植えが早まったということも関係あるんですけれどもそういうことで現在ではアマガエルがもっぱら鳴いてる。というのはトノサマガエルはコンクリートの水路を歩くわけにいかないんですね。 ところがアマガエルはキュがありますから自由に歩けるもっぱらアマガエルだとそのように言われていますあの琵琶湖でも困ったことが起きましてね、琵琶湖の鯉や船やナマズは水路を通って田んぼで繁殖をしてっていうそういうことをしてきたわけですけれどもやっぱり同じように水路ができたために段差ができてうまく田んぼに行けなくなってしまう そこであのやっぱりこれはまずいということで改良をして、えー、魚のゆりかご水田というような改良をしてね行き来ができるようにしたとそ,、まあ、そういう例もあります。それからカンボティノスとメダカですよね、えー、英語でジャパニーズ・ライス・フィッシュっていうんですそのくらい、まあ、日本に適応した魚なんですメダカはね。南メダカというのは正式な 名称なんですメダカの名前は地方によっていろいろな呼ばれ方があってこれを数えた人がい5,000にはちょっと満ちませんけれども4,000いくらっていうぐらい名前が地方によってあるんだそうです。まあ、それれれくらい親しまれた魚これがメダカなんですねこれもさっきの水路の関係で減ってしまいました。 そしてもう一つ減った理由として、えー「カダヤシというメダカによく似た魚がいるんですがこれがまあ「かだやし」というのはボウフラを退治する名前の通りねボウフラを退治するために入れられたわけですけれどもこれに追いやられて今そういう意味でもメダカは少なくなっている。 いう要するに生態系を乱すということでね、駆除すべき対象にされています。一方メダカは環境省がレッドデータベースブックというのを作っていて、そのいわゆる絶滅危惧に指定をされているということであります。まあアメリカザリガニなんかも特定外来生物なんですけれども、この場合には家庭や学校でたくさん飼っているんで。 今飼ってだめよって言われると逃がすという弊害があるんでちょっと特別な扱いをされていますウシガエルこれも特定外来生物ですよね俳句にもよくよ読まれていると思いますさて夏にタミズワクという記号があります声聞いてイネ黒ロ,ロとタミズワクという市村久一郎さんの俳句ですけれども これもちょっと正確に理解してない、向きがありますので、話しますと、田植えをしてしばらく経つと、田んぼから泡が出てきます。これは、あの、から先に有機物を入れましたから、それが分解をして、その、なんていうか、結果として、窒素ガスとメタンガスが出てくるんです。これは、あの、必ずしも窒素が逃げ、逃げたり、メタンは、 根腐るを起こしますからあまり好ましいことではないんですけどもとににもももかくにも肥やしが効いてきた印でであるわけですねそういう意味でまああの安心するその代わり、えー、この時期になると中干しという作業をして水田を落とすんですね水を落とすそうすることで、えー、空気をまた土壌に与えてやって、まあ、強い稲を育てるとこういうことに なるわけですさて、えー、秋に入りますと稲は短実性の作物ですから日が短くなる反応して養衰分化をします養水っていうのは子の赤ちゃんですね今までは体を大きくする成長を一生懸命してきたわけですけれども切り替わって今度は、えー、穂を作る成長に切り替わっていくわけですねこの養衰は 押し上げられて、えー、そして出水になるわけです。最後の葉っぱを止め葉と言いますね。そして止め葉の根元のところから、えー、穂の先が首を出した。そ,その時が出水にな,なるわけですね。その前に、あの、幼少という部分が膨らんできますから、それはほばらみきと言います。ここに えー、宇田清子さんの「昼近し葉山を隠るる稲の花」という俳句を出しましたけれどもご覧のように稲の開花というのは晴天の日のの日午前2,3時間のことなんですね、えー、だから稲の花というのは結構皆さん好んでたくさん作っておられますけれどもおそらくあんまり見たことがないのではないかと思うんですね。しっかりその時間に 意識して見て見なないとなかなか見ることができないのかなとこの後でもみ殻になる外栄と内栄というのがあってそれがあの開いてねそこからお,おしべが出てくるわけですがそのおしべが出た瞬間に、えー、自分の中等に花粉がつくともうこれで、えー、受精の過程が始まるわけで従ってもう用がないから23時間で閉じてしまう。 まあ、ぜひ一度、稲の花をじっくりとご覧いただければと思います。あの、ちょっと写真を準備しておりますので、これが稲の花ということになります。ぜひ一度、田んぼに立って、稲の花を見ていただければと、そういうように思っています。さて、私たちは主な食料として、米を選んだわけですけれども、いつでも、 皆さんの口に入ったかというとそうではないんですねちょっと振り返ってみますとまあた,たくさん取るということがまず大事なわけですけれどもそれには二つの方法がありますよね一つは田んぼの面積を増やすということですねからもう一つは単位面積あたりの収量を増やすということです奈良、えー、時代にすでに稲は田,田植えは行われていたようでその頃 面積は100万ヘクタールぐらいあったと言われています。そして単位面積あたりの終了というのは100キロぐらい。現在530キロですから5分の1ぐらいですよね。そういう中で面積もそして終了もだんだん増やしていくわけですね。え、一番面積が多かったのは昭和40年前後。 万ヘクタールぐらいの田んぼがありましたでこの頃から実は米余りが出てきて現在では150万ヘクタールぐらいしか田んぼないですねそのくらいに減ってしまいました。まあ、いずれにしてもそういう状況ですけれどももう一つ問題はいろいろな災害があったということですね。例外あるいは 稲子や雲河の害そして水がない雨乞いをするような状態ですねそういう状況がずっとあったわけですねしたがって飢饉も死ばせも起こる、まあ、そういう中で季語としてもね水原価だとか虫送りだとか雨乞いだとかそういうのがあります。 もう一つ例外についてちょっとそこに「山瀬来るいたち」のようにしなやかに佐藤鬼房さんの俳句を挙げていますけれどもこの「山瀬が例外の一番のもとなんですね。そこに「山瀬来るいたち」のようにしなやかにまさにこの,とこのような形で霧が冷たい霧が来るわけですね。 いかにも佐藤鬼ふさんらしい俳句だと思うんですが、でそこに宮沢賢治の雨にも負けずの一節をあげましたけれども、寒さの夏はおろおろ歩きこういうことこれはあの昭和六年の例外の時の歌なんですね。その後に昭和七年グスコブドリ電気というのをあげました。これはあのブドリがイーハトウブの が例外でおののいているそういう時に二酸化炭素炭酸ガスですね炭酸ガスを増えれば温暖化できて例外を避けることができるということをそういう科学的な知識をもとに火山に身を投げて二酸化炭素を噴出させて、まあ、イーハドブの農民を救うというそういう物語なんですね。まあ、ちょっととけなところももあるんですけれども 宮沢賢治がそう科学的な知見も加えて一つの物語を作っているそういう例としてそこに挙げさせていただきました秋になると草もみじがあぜ道を飾りますあの落葉樹は秋になりますと光合成が弱まってきて呼吸による消耗とそれから光合成による生産これがバランスがマイナスになってくるんですね。 そうするとと葉っぱを落とすその際にアントシアニンという色素ができそのために葉っぱは赤になってくるわけですね。それと同じことが草もみじのにも起こっているわけですね。そういう形で紅葉をすると,草も紅葉をするとそれからススキの話ですけれども。 折りとりてはらりとおもきすすきかないだだこつの俳句ですけれどもこのすすきというのはまあお月見には欠かせませんけれども面白いことに北に行くほど穂が早く出るんですね盛岡では7月関東では9月九州に行くと10月というように北に行くほど花が咲くのが早くなるこれはあの早く咲かないと咲いても実を結ぶ期間がないからそういうことになるんですね 野生のものは大体秋に花が咲くものは北に行くほど先に咲くというようになっているはずですそういう目で見ると面白いかなとそういうように思いますそれから梅草大見野に青ぱっちりと青花摘み梅草の膨大に青花っていうのが載ってますあの梅草については最時期をご覧いただきたいと思いますが 最時期にないことをお話ししますとこの青花というのは露草の突然変異種で滋賀県の大津とというところで今で今も栽培をされていますこの花を摘んでそして和紙に吸わせて青花紙を作るわけですね。でそれを再度溶かして友禅の下絵を描くのに使うんですね。あの 水に洗うとすぐ消えてしまうんで好都合なそういう意味で、えー、青花というのが露草の突然変異種としてありますレイクが最時期だ大きな最時期にもレイ句がないんでぜひこ,うこの句などを載せていただきたいなと私は思っています。だから彼岸花ですけれども おお、西国の畦まんじゅうしゃげ、まんじゅしゃげ、有名な句ですけれども。森吉美代さんの句です。まあ、たぶに、あの。裁縫を、だの浄土というものを暗示していると思うんですが。それをともかくとして。まんじゅしゃげっていうのは、和名では。あ、彼岸花ですよね。彼岸花は。三倍体で種ができません。だから、繁殖力があんまり。強くないんですね。にもかかわらず。 人に関わるところにあちらにもこちらにも生えている。まあ、誰かが何かの目的で増やしと増やしたんではないかというように思うわけです。ここが一つミステリーなんですね。それからマジシャゲっていうのは中国ヨス子江の江南が原産と考えられています。ここにはコヒガンバナという二倍体のヒガンバナ、種ができるヒガンバナですね。 これがありますそれで3倍体の日本にあるような3倍体の彼岸花ができるためには4倍体の彼岸花がないとできないんですね。いつのしか4倍体と2倍体が掛け合わさって3倍体ができたはずなんです。だけども満シャゲはあそれが見つかっていません。4倍体の方が見つかっています。ここもミステーリーなんですね。 まあいろんなことが万獣斜げについては言われています。あの、ちょっと話が長くなるんで、この辺でやめときますけれども、まあ、まあ、私の本の中では少し、もう少し書いてあります。それからもみがら焼きですけれども、えー、秋の風物詩、えー、として、えー、もみがら焼きというのがあります。もみがらというのはあ、リグニンが多くて、えー、土に返しても、 なかなか分解してくれない。微生物が分解してくれない。そういう意味で、炭化をして、改良資材、炭ですね。炭化をして、炭にして、そして撒くと。あるいは、あの、積雪地帯では、あの、融雪剤、雪を溶かす、そのために撒くというようなこともしているかと思います。さて、田んぼの冬に入りますが、種は、植物は3つの方法で、 冬を起こします草本草ですね草の越冬の仕方まあ日本の場合には寒さも強いですからなかなか草たちには大変なんですが一つは一年生のものは種で越冬をします種というのは基本的には水と温度があれば発芽をするはずなんですね。 えー、だけど例えば秋に種が落ちるそしてその後小春日和が続くそうするともう本来なら芽が出ていいはずなんですだけど決して彼らは芽を出しませんそれは一旦寒さにあった後の暖かさで芽が出るとそういうことが仕掛けてあるんですね。1年生の種はそういういい形ででずれにしても種で 越冬をしますそれから越年製のものですね、えー、ススキとか芝もそうですけれどもロゼットで越冬をしますロゼットというのはピタッとこう地面に張り付いているわけですねで、これは要するにまだ葉っぱが生きていますから実は凍ったら草は死んでしまいますから凍らないような仕掛けをしているわけですね その仕掛けというのは何かと言いますと、澱粉を糖に変える、それからあータンパク質をアミノ酸に変える、そういうことをして、えー、体液を強く、えー、濃くしているわけですね。水は凍っても砂糖水は凍らない、そういう理屈ですよね。そういう形にして越冬をしているこれは。そうやって越冬すれば、 春先ゼロより出発するよりもよっぽど有利ですからそういう生活の仕方を選んだわけです。さっきちょっとススキや芝というように言ったかもしれませんけれどもそれは間違いでジジオオンンととかハロいいったそういう植物ですだから多年生のものこれがススキと芝などが入るわけですけれども。 これは地上部を枯らして茎や根に養分を回収してそして冬を起こすとそれぞれの方法で冬を起こしているわけですさて最後に田んぼの土要するに土の話をちょっとしておきますが田んぼの土というのはいつも毎年耕しているその部分を作土と言います 作る土と書いて、作土と言います。で、その下に、スキドコ層という層があります。スキドコ層、これがあるために、田んぼで水がざるのように漏れない、そういう仕掛けになっている。そして、その下が振土ということになります。で、は田んぼは水を張りますから、還元状態になります。そうすると、田んぼの土の色は青くなります。そして、 え水を落とす中干しをしたり落とし水をすると酸素が供給されますから、まあ、主に鉄が酸化をして茶色になります。これが田んぼの土の特徴です。じゃあ土は何かと言いますと土は岩石の風化したものなんですね。でそこにこう少しずつ微生物が入り あるいはもう少し大きな土壌動物が入って、そういうものが土、あるいは土壌ということができるわけです。地球は、陸地があの三分の一、そして海が三分の二あります。その三分の一に土壌を平らに引いてみるとね、18センチしかないんです。つまり、 18センチの上に我々生き物は生かされているとこういうことになるわけです。金子みすゞの土という詩がありますので、それをちょっと読みます。コッツンコッツンぶたれる。土は良い。旗になって良い。麦産むよ。朝から晩まで踏まれる。土は良い。道になって車を通すよ。ぶたれる。土は踏まれる。土は。 いらない土か、いえいえ、それは名のない草のお宿をする。まあ、いかにも金子ミスズの世界ですよね。土に対するなんか意気みたいなものがここに入っていると思うんですね。まあよく我々は土は突もすると汚いものと思いがちですけれども、そんなことはない。土に生かされているということをこの際。 しっかりと感じ取っていただけばいいかなとそういうように思います。まとめに入りますと日本人が主食として稲を選び取ったことは素晴らしいことです。里山田んぼは原生の自然ではありません。延々と稲を作り続けてきたことで二次的自然が定着し多様な生物も育みました。 豊かな稲をめぐる文化も生まれました。田んぼをめぐる記号を取り上げ、少し科学してみました。俳句はもとより文芸で科学ではありません。しかし文芸は科学の裏付けがあってこそ、確かなものとなり輝くと私は思います。この機会に田んぼを季節の折々に通い、ホームグラウンドにすることを提案しておきます。 どうもありがとうございましたご講演どうもありがとうございました今井理事より終わりの挨拶をさせていただきます太田先生どうも本日はありがとうございましたご略歴にある土に近い立場から田んぼで読むという農耕文化である日本の俳句という伝統形式の中にある田んぼを 科学的に掘り下げて、リアリティの根っこを示していただきました。大変ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、本日の講座を終了いたします。ご意見、ご感想がございましたら、廃人協会ホームページ、メールの方へお寄せください。お待ちしております。最後までご視聴どうもありがとうございました。